こんにちは本日は2021年の1月1日から5月31日まで行われる NTT ドコモのデイカードアンダ二2 9応援キャンペーンについてお伝えしたいと思います。キャンペーンの内容についてはこちらの動画をご覧ください。こちらがキャンペーンサイトになります。では見ていきましょう。本キャンペーンは2021年の1月1日金曜日のお申し込み分より対象となります。 期間限定29歳以下の方ならデイカード新規ご入会でさらにお得デイカードアンダー2 9応援キャンペーンですね新社会人の方におすすめがこちらのデイカードこちら年会費は1万1000円税込みでかかります学生の方におすすめこちらは年会費無料のカードですねお申し込み期間は2021年の1月1日から2021年の5月31日となります デイカードデイカードゴールドにご入会された29歳以下の方に D ポイントをプレゼントこれはあ期間用途限定のポイントですねデイカードアンダー2 9応援キャンペーンお申し込みの翌々月までにご入会ドコモ料金の支払い設定でデイカードゴールドの入会の場合はデイポイント19000ポイントを申請デイカードの場合はあデイポイント2000ポイント申請になります アンダー29応援キャンペーンの D ポイントのゲットの条件ですけれども新規の場合はお申し込みの時にデコモ料金の支払いをデイカードに設定アップグレードの場合はご入会の月末時点でドコモ料金の支払いをデイカードに設定となっていますさらにプラスで、えー、ご入会ご利用ウェブエントリーでデイポイント申請、えー、こちらがあデイカードゴールドの場合はですね、えー、合計で14000ポイント申請デイカードの場合は6000ポイント申請になります で、キャンペーンがですね、全部で3つあるということですね。1番目として29歳以下限定でデイカードアンダー2 9応援キャンペーンというのがありますね。さらに2番目としてご入会されたすべての方対象としてデイカード、デイカードゴールド入会利用特典で、えー、3番目としてデイカードゴールド入会者限定のデイカードゴールド入会利用特典増額キャンペーンです,、ね、ですね。これを合わせるとですね、デイカードゴールドの場合ですと デイポイントの合計3万3000ポイント進展になりましてでデイカードの場合は8000ポイント進展になりますでこちら注意事項ですねデイカードデイカードアンダー2十共演キャンペーンの概要ですけれども1キャンペーン期間が1月1日から5月31日対象カードはデイカードとデイカードゴールド 特定申請条件はあお申し込み日時点で契約者年齢が29歳以下であること、えー、キャンペーング間中に対象カードへのお申し込みを行い翌々月末まで入会されることドコモ料金のお支払いをデイカードに設定することですね特典内容はあデイカードゴールドの場合はデーポイント19000ポイントでデイカードの場合はデーポイント2000ポイントです特典、えー、の申請はあご入会月の翌月下旬になりますで次にデイカードゴールド入会と利用特典ですけども 進展対象はデイカーードドゴールドですね特典内容ですけれども特典が2つありましてまず1番目デイポイントの1000ポイント申請で2番目として退職期間中のショッピングの無料で25%のデイポイント申請になりますあと申請条件が特典1がデイカードゴールドの新規お申し込み時にドコモの携帯料金をデイカード払いで設定いただいてご入会いただいた方特典2がデイカードゴールドを申し込み の方のうち、お申し込み翌月末までにご入会いただき、ご入会翌々月末までに特典サイトにてエントリーを手続きいただいた方でえ期間1はご入会からご入会翌月末まで、期間2はご入会翌々月までとなってましてえ各期間の申請上限ポイントは5000ポイントで、計1万ポイントになります 特、えー、定の申請時期は特典1がご入会当日で特典2が期間1の利用分はご入会の4ヶ月後で期間2の利用分はあご入会の5ヶ月後に申請となります、えー、デイカードゴールド入会と利用特典増額キャンペーン概要ですね3番目のキャンペーンになります、えー、キャンペーン期間は2021年の1月1日からあ2021年の3月31日ですね対象カードはデイカードゴールドですね えー、特定申請条件はキャンペーン期間中に対象カードへの申し込みを行い翌々月までにご入会されること、えー、ご入会の翌々月までに入会利用特典2へのエントリーが完了していること4番目として特典内容はデイカードゴール入会と利用特典特典2の上限ポイント数を増額特典はあ対象期間中のショッピングのご利用の25%ポイント申請と対象期間は入会と利用特典の期間1期間2で申請上限は合計3000ポイントになりますね。 特典申請の期間ですけども期間1はご入会の4か月後で期間2がご入会後の5か月後ですねあとこちらはですねデイカードの場合の入会利用特典ですね申請対象はデイカードです特典内容は特典1と特典2があって特典1がデイポイント1000ポイントで特典2は期間中のショッピングでご利用金額の25%のデイポイント申請です特典申請条件は特典1がデイカード申請を申し込み時にドコモの携帯料金を デイカードバレーで設定いただきご入会いただいた方特典にはデイカードをお申し込みのうちお申し込みの翌々月末までに入会いただきご入会翌々月末までに特典サイトにてエントリー手続きをいただいた方ですね、えー、期間1はあ入会からご入会翌月末期間2はご入会翌々月となりますで各期間の認定上限ポイントは2500ポイントで計5000ポイントとなります特典認定時期の予定ですけれども特典1はご入会当日特典2は期間1の ご利用分は入会の4ヶ月後、期間2の利用分は入会月の5ヶ月後に申請となっています。以上です。いかがでしたでしょうか。キャンペーン期会内に入会して、ドコモの利用料金をデイカードバラに設定すると、デイカードゴールドは19,000ポイント、デイカードなら2,000ポイントがもらえます。さらに利用することで得点が増えますので、結構お得かと思います。 今回は若い人に向けたキャンペーンになります。まあ、今後を考えると、今利用している年配のデイカードの会員がだんだんいなくなってきますので、若いデイカード会員を増やしたいんだと思いますね。ドコモを、ドコモ講座の問題がありましたので、利用者獲得に必死なのかもしれません。ちなみに私はデイカードは利用していません。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。